精神性だとか。そうですね、本当に、もう、まあ、昨日のゲームもそうなんですけども、紙一重で、どっちにも転んでもおかしくないっていうゲーム、うん、今日も、うん、まあ、後半勝負かなっていう、まあ、前半、なんとか、和潮が思った以上にちょっと、不調というか、うん、まあ、そういう中でなんとか2点で抑えれたんで、まあ、後半、まあ、1点返したのが大きかったんですよね、前半に。で、後半勝負ですので、まあ、本戦の時から後半いかに戦うか、いかに守って下分点取るか、後半だけを考えて、この4イニングでっていうようなことはずっとやってはきたんですけど、まあ、そうやって、裏を整備の時に、まあ、このためにやってきたんだからということで、話はしたんですけど、まあ、ワンチャンスをうまく生かして、まあ、ノーアウト満塁で有馬が初球、まあ、チェンジアップからこうスプリットの、それはちょっと高めを狙ったのは良かったですが、先っぽでもう一つ、はい、あの打席以外は内容が良かっただけに。そうですね、はい、いやもう狙ってたんで全然初球に打つのは構わないんですけど、はい、まあ有馬だったらもうちょっとというところだったんで、ツーアウトを取ってから富山がね、本当あの前の2つのアウトを取り戻してくれるような、あのすごくバットを折りながら、レフト線に打ってくれたんで、ただミスもね、たくさんあったんで、まあ、走塁ミスであったり、バントのミスであったり、その辺がね、本当、やられても負けても仕方ないぐらいな内容もあったんで、ちょっとその辺は大きな反省ですね。金丸君連投っていうのは、やむを得ないという感じですか。そうですね、まあ、本人には、今日、終盤になって、場面ができたときには、行くぞと。で、まあ、本人も、行けますと。で、今日朝確認して、行けますっていう、行きますっていう、でそういう話だったんで、まあ、金丸にかけました。まあ、彼がね、ここまで本当、軸になって、やってくれてるんで、まあ、タフなところも見せてくれたかなと。これ明日ないからという気温ですか。もちろん、でもベンチに入れたいことは、うん、今日どっちにしても取りに行かないと明日もないし、うんうんうん、まあ、3連戦であったとしても金丸はもう必ず入れて今日取りに行く形には考えてます。彼のお客さんみたいなところはどんなふうに。いや、ずっと言ってるんですけど、やっぱりこう入学してきたときは力任せにこう投げるところがあって、で変化球もそのしっかりと投げれる力がなかったんですけど、その変化球を覚えて、やっぱりタイミングが、タイミング勝負というそのピッチャーっていうのを、やっぱり実践してこれるようになってきたなと。だからちょっと余裕ですね、メリハリがすごくつくようになったのが彼の成長したところですね。じゃあ、まあ今までよりはその威力も残しながら、あ、そうですね、投げるか、はい、今日も投げるかっていうような、それはあると思います。もう行けるところまで行って、もうがむしゃらにっていう感じではないんで、やっぱり関東とか、まして関東とか、長いイニングを投げようと思ったら、やっぱりそういうところを身につけないと、やっぱり長く、ね、野球をやってほしいですから、うん、あさってが本当に大一番とか優勝に、僕を左右する試合になるか。そうですね、まあ、今日本当、ね、やられてたら、もう金田さんが突っ走るっていう、ね、流れになりかねない、大事なゲームだったので。まあ、内容がね、ちょっと反省点があるにしても、勝てたというのは大きいんで、また成長した姿をあさって、こう見せてくれたらな、うん、すみません、改めて富山選手、こう、まあ、代打で1回、まあ、満塁で凡打だったんですけども、はい、1回目決めましたけど、彼の良さというか。いや、思い切りがいいのと、あと変化球も結構対応できるんで、うん、まあ、今日は、最初の打席、ボール球に手を出してというようなことはあったんですけど、やっぱり右のバッターとしたら、非常にスイングスピードも速いですし、長打も期待できるバッターなので、
今日こういう形で起用したんですけど、じゃあ2回目のチャンスの時はもう変えるつもりもなく、もう富山で勝負だと、はい、全くなかった。でもそういう意味では采配が的中したっていう感じですかね。いや、まあ、結果的に言ったらね、そのエンドランのこともそうですけど、ただやっぱりね、やるのは選手なんで、まあ、選手が抑えてくれたっていうことです。年頭でしたけど、はい、状態はどうでしたか。いや、状態はまあ、ちょっと張りがあったぐらいで全然いける状態でした。大学入ってからこう先発は次の日に投げるって初めてですか。そうです、初めてです。あんまり不安がなかった。そうですね、はい。出来はどうでしたか。ちょっと今日はあんまりストレートが走ってなかったので、まあ、変化球を中心に組み立てることができたと思います。変わり立ての様子見ると、とても気持ちよかったんですけど、逆にそれを察して、うまく打ち込んだぐらいです。そうですね、はい。この負けっていうのはどういうふうに捉えてました。いやー、めちゃくちゃ悔しかったんで、まあ、今日絶対勝たないと、まあ、優勝の遠のくんで、ね、絶対勝っていきましたので、ね、ました。でも8回に逆転してくれましたけど、はい、同級生よね、富山選手、はい、どんな気持ちでした。試合止まってたんで、今日、ほっともっとの試合の時、それで、まあ、ここっていう、なんか、気合はずっとあった、彼もあったので、そこで1本打ってくれて、本当に嬉しかったですし、昨日、ノーヒットで、持ってる男になって、一緒に泊まるっていうのはホテルで、いや、家で。あ、家、はい、あ、お家に泊まる。そうですね、はい。それも毎回行事も。そうです。じゃあ実家が近いんですか。僕は家から近いんで。もう明後日回りますけど、まあ明後日も投げる。そうですね。どうですか、まあ、優勝ね、まあ、かかるためにも次の一戦というのは本当に大事なマウンドになると思いますけども、どうですか、まあ、改めて近代一戦。やっぱ今日勝って、まあ、次勝たないと勝ち点はもらえないので、やっぱり、まあ、今日の勝ちもしっかり喜ぶ分は喜ぶんですけど、まあ、切り替えて、あさっての試合でしっかり勝てるように、セットして、今日ちょっとリリーフで投げたけども、まあ、先発するときとやっぱだいぶこう違うのか、気持ちもそうですし、まあ、全力でどれだけいったのか、 どんな感じだったんですか今日。いや、今日は、まあ、結構全力でいったんですけど、まあ、調子もあまり良くなくて、ちょっと不安はあったんですけど、まあ、先発の方が、まあ、自分は、まあ、得意っていうか、まあ、慣れてるので、まあ、今日はちょっと不安はあったんですけど、まあ、ゼロに抑えることができた。また今日の投球も自信にして次にというところで、はい、いいイメージで、はい、とりあえず今感想をさせてください。そうですね、やっぱりホッとしてます、まあ、まずまあ6回に満塁のチャンスで回ってきて、まあちょっと残念ながら打てなかった。まずあの時の気持ちというか。そうですね、やっぱり大事な場面で緊張もしましたし、やっぱり先輩たちのリーグ優勝も大事な試合とかあったので、本当やってしまったなというのがあったんですけど、まだ終わってなかったんで、とりあえず自分を声出して次のチャンスでまたいい結果出せるようにっていう気持ちでやってました、でまた8回に同じ、はい、ツーアウト満塁と、はい、どういうまず気持ちで。なんかそのワード満塁なんてもしかしたら来るかなみたいな感じを思ってたんで、次はやっぱり低めのボールなんか来るなっていう狙いの場所っていう結構冷静に判断できて打席だったんで、それは良かったかな。じゃあ1打席目に結構同じピッチャーの球を見れたっていうのは結構大きかったんですね、はい、そういう意味では、で、ワンワンからだった、はい、3球目だったと思いますけども、はい、まあ、レフト線に落ちましたけども、はい、どういうボールでしたます、はい、どういうボール打ちました。球種まっすぐだと思うんですけど、ほう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 、
ちょっとそうですね、まっすぐだと思います。で、まあ、レフト線に飛んで、はい、あれバット折れてはなかった、折れましたよね、はい、なんとか力で持っていったというか、はい、どんな感触でした？いやもう私は抜けた。で2点入って、まあ、塁上でガッツポーズというのもありましたけど、はい、まあ、代打でやっぱり結果もあんまり出なかったので、やっとチームの勝利に絡めたっていうのは自分自身やっぱり良かったなと思います、うん、はい、でマウンドにはまあ同級生の金丸選手がまあ投げていました、はい、でなんか前日泊まって彼といろいろ話をしたという話を聞きましたけど、はい、どうですか、はい、そうですね、まあ、ホットノット球場の時は毎回お世話になっているので、ほうほう、あっちの親御さんからも今日頑張ってこいよみたいな感じでいつも送り出してくれるので、まあ、いい結果になってよかったかなと思います。いつも泊まったらどんな話をしたんですか？やっぱりですね、その日の試合のどんな役なのか、反省とか、こうしたら勝てそうやなとか、それやっぱ野球のことがほとんどですね、うん、打ってくれて嬉しかったっていうのは彼も言ってたけど、はい、改めてなんか先輩のリーグも勝ってるし、今の中で、はい、これ聞かれたら、はい、やっぱり自分のこれからの選手としてなれるとしても、やっぱりいい経験でこの一歩レベルアップできたかもしれないと思います。まあ、優勝争いする上で今日は本当に負けられないという試合で本当決勝だということで、やっぱ代打との切り札としてね、右の打者としてやりますけど、やっぱ一つ自信になったんじゃないですか、どうですか？そうですね、自信になりました、はい、うん、でまあ、次近代戦、まださ第3戦が、まあ、1日置いて、はい、また金丸投手が多分投げるでしょう、はい、どうですか、どういう気持ちで最後、まあ、挑みたいですか？代打となったらほとんどが金丸のところで代打というケースがやっぱり一番に予想されるんで、バイスが変わった分、僕がいい結果で、金丸自身もチームもやっぱりこう勝利に進めていけたらなっていう思ってます。ありがとうございました。